2枚の折り紙を使って折ります。まずは上半身から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。 開いて今ついた折り筋に下を合わせて折りますこれを横にして三角に半分に折りますこれを開いて左の角を上に向けて 両側の紙を開いて閉じ直すと、このように三角形が立ちます。この三角形の中を広げて正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら、折り鶴を折るときのようにひし形に折っていきます。 これを裏返して下側と上側を合わせて半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。 これを横にして、このまま三角に半分に折ります。これを開いて、先の部分を下に向けて、両側を閉じ直すと、このように三角が立ちます。この三角の中を広げて正方形に潰します。この部分を、 真ん中の筋に合わせて折ります。下側の紙も一緒に折って、反対側も同じように折ります。下の紙も折って、上の部分の角の三角を軽く下に折って、開いて、 折り筋に合わせて、ひし形に折っていきます。裏返して、反対側は下のひし形を一度逃がしてから、同じように折ります。開いて、ひし形を反対に閉じて、こちら側も同じように折ります。 これを開いて下の髪を上にめくりながら内側の折り筋でひし形に折ります次にこの部分でひし形の先を中心よりもだいたい 5mm ぐらい下の位置で 折りますそしてひし形の先を上に閉じてこの状態で顔を描いていきます横の折り筋を基準にして小さく両側に目を描きます 紙の端から耳の線をひし形状に描きます。鼻先に鼻の穴を描きます。これに色を塗っていきます。水色のマーカーで 目の周りから細かい部分を塗ります。残りの部分を塗りつぶして、濃いグレーで耳の中と鼻を塗ります。次に、ハサミを使ってこの耳の端を両側切り込みを入れます。 そしてこれを半分に軽く閉じて頭を少しずらしてこの部分の紙を下の三角ごと根元から真後ろに中割り折りにします次にこの先の部分を下側に折ってそれをさらに先端を上側に折り返します これを半分に潰して、鼻先の部分の先端も軽く内側に折ります。耳先の部分も軽く正面に折り直して、この部分を大体5ミリ幅で前側に折ります。反対側も 同じ位置で折ります。そして、この角の部分を軽く後ろに開きます。反対側もこの部分を開いて、次に、足の先の部分を水色で塗ります。 形を直して、そして、足の先の部分を軽く中を広げて、このように潰して、先端を上側に折ります。反対側も中を広げて潰して、先端を上に折ります。これで上半身の部分は完成です。次に下半身の部分を折っていきます。 折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折ります この部分とこの部分を合わせて半分に折ります。これを開いて裏返して反対側も同じように折ります。この部分とこの部分を合わせて半分に折ります。これを開いて 上から開いて、このように正方形に折り替えます。下の紙を上にめくりながら、内側の折り筋に合わせて、ひし形に折っていきます。裏返して、三角を軽く折って、こちら側も同じように折ります。 次にこの部分を横の筋に合わせて折ります開いて反対側も同じように折りますこれも開いて両側の折り筋で折りながらこのように先を立てますそして裏側で半分に折ったら こちら側の紙を中心から真横に中割り折りにします。この先端の部分を大体1センチくらい内側に折り込みます。上下ひっくり返して、この先の部分をこの横線で下に折ったら、 少しだけ後ろにずらして、こちら側もこのように折ります。次に先端をさらに斜めに中割り折りにします。反対側も同じように折ります。 この状態で水色のマーカーで足先の部分を塗りますそして足の先端部分を上側に外割り折りにします次にこの部分を軽く 前側に折ります。その内側の紙も同じように前側に折り込みます。そしてこの部分の先を根元から斜め上に折って、それをさらに下側に折り返します。この尻尾の部分も水色で塗ります。 これで下半身の部分も完成です。上半身と組み合わせていきます。上半身の先端の部分も軽く折って、この中に差し込むようにして形を合わせます。位置を確認したら、両面テープを 上半身側の先に貼り付けますこれを再び形に合わせて差し込みます慎重に位置を合わせて貼り合わせます形を直して これで、ブリタポスの完成です。